アルメニア州は1828年から1840年までカフカース地域に設置されたロシア帝国の地方行政区画である。その周域は現在のアルメニア中央部とトルコのウーズル県及びアゼルバイジャンの飛び地のな一番自治共和国にほぼ相当し、その面積は約2万千平方キロメートルに及んだ。その州都はエリバネであった。 1828年の第二次ロシアペルシャ戦争後に、ロシア帝国とガージャール・アサとの間で、同年2月10日に結ばれたトルコマンチャーイ条約によって、ガージャール・アサが支配していたエリバン・ハンコクとナヒチェバン・ハンコクの丘陵地がロシア帝国に割上された。同年3月21日、ロシア帝国は、その割上地にアルメニア州を創設した。同年、 ウクライナコサック出身の軍事指導者で、第二次ロシアペルシャ戦争において、アルメニアの都市、エチミア人を攻撃した、ガージャール長軍を撃退したイヴァン・パスケーブチは、エリバニハクの称号を授与されている。アハルカラキ、タシル、ガザフ及びナゴルノカラバフなどの一部の東部、高山地域は、この地域には含まれていなかった。1829年、バルトドイツ人であり、 ドルパート大学の教授で、博物学者のフリードリヒ・パルロットは、アララト山登頂の一環として、州内を旅行した。アルメニア人の作家ハチャトゥル・アボビアンと、他の4人の同行者を伴い、現在は、イェニードアンと呼ばれる、アコリ村にあった、アコリ、聖ヤコフ修道院を登山基地として使用して、パルロットは記録上確認できる、史上初のアララト山登頂を果たした。 アルメニア州における中心地は東アルメニア最大の都市エリバニで、その人口は約1万3000人を数え、その半数以上がアルメニア人であった。その他の都市では、セバンコの南方にあるナヒチェバンがある。全アルメニアのカトリコスが置かれたエチミア人は、アルメニア人にとって歴史的、文化的及び精神的中心地としての役割を果たしていた。 アルメニア州の統治機構は、二人のロシア人軍人、アルメニア人とムスリムから一人ずつの代表、他に執行、財務、経済、司法を担当する三人の顧問から構成される特別委員会により運営されていた。ムスリムの代表は、トルコ人、タタール人、ペルシア人及びクルド人の中から協議で選出されていた。特別委員は、税金と関税の徴収を担当した。 アルメニア州の廃止は、1840年4月10日のロシア皇帝ニコライ一世の直命により承認され、翌1841年1月1日より発行した。アルメニア州の大部分は、グルジア県やイメルチア州を廃止、統合する形で、グルジのイメルチア県へと再編されている。しかしながら、ナゴルノカラバフや南東部の一部地域について、シェマハを州都とし、 ムスリムのアゼルバイジャン人が多数派を占める新切のカスピ州に属すことになり、失望が広がった。また、グルジノイメレチア県に属すことになったアルメニア系住民の間でも同じキリスト教徒だが民族的に異なるグルジア人が多数派を占めるグルジノイメレチア県への帰属に不安が広がり、民族的または宗教的な帰属意識を無視した。 行政区画の再編に対して先住民族の間で不満が生じた。アルメニア州の撤廃に伴い、アルメニア人の間でアルメニアの自治への幻想が急速に絞んだ。しかし、1849年、皇帝の特別命令により独立した行政区画としてエリバニ県が設置されることになった。アルメニア州の設置当時、アルメニア州において、 アルメニア人が占める割合は全人口の3分の1ほどであった。14世紀の半ばまでアルメニア人は東アルメニアの大多数を占めていた。ティムールの征服戦争の結果、14世紀末までにこれらの領土はテュルク系民族の高級的な定住地となりイスラム教が支配的な宗教に変わった。アルメニア州に相当する地域に残るアルメニア人にとって これは直接的な異民族、異教徒による支配の始まりであった。東、アルメニアにおけるイラン系王朝による長期にわたる支配機関、いずれのイスラーム王朝も地元のアルメニア人を強制的にイラン国内のムスリムが多数派を占める土地に移住させ、代わりにアルメニア州へムスリムの入植を積極的に進めた。東、アルメニアが ロシア帝国の統治下となり、ロシア政府がイランとオスマン帝国の領内に住んでいるアルメニア人に対してアルメニア州内への帰還、または移住を奨励したため、アルメニア人の人口は大幅に増加した。1804年以降、あるいは1795年まで遡って、イラン領内に住んでいたアルメニア人の捕虜は帰還を許可された。1832年までに、 約4万5千人のアルメニア人が州内において、定住生活を営んでいた。ありがとうございます。